ボイケンバ、平成のぶしこぶし徳井が今大注目の芸人と本音トーク。芸人ここだけトーク、笑い飯のぶっちゃけの間。それではゲストの方に登場してもらいましょう。どうぞ。どうもやってまいりました。我々が末広がりずと申します。いいよ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回のゲストは伝統芸能漫才コンビ末広がりず。結成8年ながら年齢は互いに37歳。おじさん2人のガチぶっちゃけとは。末広がりずは、はい、昨年末、はい、M1 グランプリの決勝でね、ありがとうございます、何位でしたっけ。末広がりの8位8位でございます。8位やったんですね、はいはい、まあでもね、この全国で8位というね、はい、もうすごい輝かしい、ありがたいです、はい、結果でございます。ね、どうですかそれ以降、何かいや、本当にありがたいこと、いい感じでお仕事増えた、お仕事が、はい、もういただけるようになりましたね。まあ、今までが、ま、ほとんどそれもすごい暇やったっていうのあるんですけれども、営業やっぱり営業、まあ劇場営業、あとロケもちょこちょこ行かせていただいたり、ドッキリとかも僕、ドッキリ、はい、今日午前中ドッキリ仕掛けられてきたらしいですよ。そうなんや。びっしょびしょになって一回前で着替えて、水かけられるドッキリ、なんかおしっこかけられるドッキリ、ドッキリだね、ドッキリ、ドッキリだね、ドッキリですよ。もうかかっちゃってる、プレーで出てきたんで、プレーでしょ、いや、プレーでしょ、ドッキリです、ドッキリです、成長割引ドッキリです、ポッキリ、1万円ポッキリ、ポッキリじゃないですよ、そっちゃずいとか安いのも分かんないよ、かけられて1万円なんかビッグ番組はなんかロンハー、あいやいや、いいね、ロンハーで三島くん大立ち回りしてました。いやいや、これもそのまだ応援してないですけどね、ちゃんと本院の感じじゃないんです、本当にもうほんまに今みたいな感じでもう全然今の話なんかさせてもらえなくて、関係ないとこでむちゃくちゃいじられて今みたいなんですけど20分ぐらい今みたいな空気になってました。結婚したやつ奥さんのその親族とかでもう下ネタめっちゃ言わされてめっちゃ、いや愛されてるやんか、それちょっとオンエア流れるのがもう怖いですわ。和風ナダルって呼ばれてました、和風ナダルね、着物着て並べるお前ただのみたいなのってうわーと思って、もいいよ、そういうのから結構売れたりしますもんね。そうそうそう、いやでも自分の思い描いてるうちじゃないよ、本当に違うじゃんって、いやいやいや、ね、みんな違うんですか。え、だからその どういうタイプの風俗が好きなの。聞きたくないよ、ちょっとやめてください。風俗じゃないのよ、下ネタ嫌なんですよ。どういうタイプでも好きやろ。私は好きですよ、はい、まあ、そうね、末広がりずだけが、うん、本当に絡みなくて、あ、そう、マジで得体知れなかったんですよ。そうなんや。俺だから、え、ず、お、吉本なんだよね。吉本です、はい、本当それも知らないぐらい、はい、普通に後輩ってことですか。はい、はい、11、チョコプラとかしそうな時、はい、あ、でもじゃあ結構やってんだ。そうです、14年目になります。14年目なんだ、はい、あの名前の方が長かったか、南の島、南の島、南の島なんですか。もともと南の島で、もうでも6年ぐらいやつ、末広がりずの方が長くなってきたんじゃないですか。ちょうど半々ぐらいか、あのね、花子師匠の花子師匠のあれで名前を変えろって交番で、これはめでてーなさん、僕らで鳥が花子師匠、大花師匠やったんです、うん、で、その初めてその時も花子師匠、大花師匠にお会いさせてもらって、うん、でご挨拶したんですけど、うん、そのネタをモニターで大花師匠が見てて、うん、で、めっちゃええネタやってるわな、あんたらめでたいし、こりゃめでてーなっていう名前やろ、最高やで。違うな、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 東京にこれも。でもドキッてして、あれ、あ、あの僕ら南の島、さっきも一度あのご挨拶させてもらったんですけど、南の島って言うんです、うん、え、南の島か、がっかりやわ。これはめでてーな、これはめでてーな、あのネタやったら絶対ええのに、絶対絶対あかんねん、あかんねん、コンビ名もらい、でも吉本の劇場の社員、あの支配人、支配人とか、いつ空いてる、あのこの子ら、あのこれめでてーな、襲名披露記者会見しよう、運営でやろう、ちょっと本当に勘弁してくれ、師匠でそんなできんねや、強いな。で、そのただ単にもらうだけやったら、うん、まあおもろないやんか、あんたらみたいな、100万円で買い取ろう。
けとして。おもろいね、100万円で買い取ったら。おもろいでって言ってた。じゃあもう、じゃあおもろい。じゃあおもろい。新書言うてはんねんから。で、その、まあ、とりあえず、うちから10万。払うわって言って。早いねんな、話が。ほんま、すぐ財布出してきて、10万。すごい買い取る。ちょっと待ってくださいよ。15分も経ってないですから、言われてない。一気にそこまで行ってもうて、僕らも否定できずに、ちょ10万もらってしまって。あら、まあ。断れないんすよ、もう。あと、じゃあ、あと90万はあんたら頼んだで、みたいな言われてさ。そう、この芸人さんから10万ずつカンパしてこい、みたいな。これはめでてるのも困るやんな。はい、これはめでてるのも一番困ってます。でも100万もらえるんやったら、まあ、ぐらいの、なんかどうしよう、みたいな。マジでそうなりかけたんですけど、最後、あの、大輔師匠に、なんかちょっと相談というか、どうしましょうっていうお伺いみたいな感じで、一回言ってみたんですよ。ちょっとこういう状況になって。てるんですけど、どうしましょう、あんたの奥さんがこんなん言ってましたね、どうしたらいいですかねみたいなんで行ったら、楽屋行ったら、え、これはめでてえな、めでてえ言うとあの話やな、鶴と亀がね、鶴は千年、亀は万年、亀は万年より9千年長生きして寂しいっちゅう話があってなっていう話されて、めでたい方がいいよって言われたのは、でもそれがきっかけですね。結果良かったです。本当に良かったです。いや、だから苦労してるんですよ。いろいろ苦労があって、でもまあ決勝行けたってなったら嬉しかったでしょう。そら。です。本当にもう決勝行ったタイミングより準決勝行けたことでもうめちゃくちゃすげえってなって。毎年受けてたんですよ。毎年受けてて、もう最高が準々決勝だったんです。いきなり決勝まで行ったんだ。はい。でまあその準々のをクリアする壁がずっとそのぶち当たってて、はいはい、3回戦までは受けると、うん、で準々になった途端に急になんかお客さんもあんまこういう感じの困難も持ってるし、困難嫌っていう、はい、かなりアウェーな感じでいつもなってたんです、いつもなってたんですけど、今年はそのちょっと準々決勝のネタを、うん、なんかその漫才って見てもらえるように、はい、ちょっといつもよりショートコントとショートコントの間にちょっとした会話みたいなのを入れたり、入れたんですよ、ね、なるほど、はいはい、それがまあよかった、よかった、だいぶこの自分たちの中でも漫才っぽくし、うん、ぽくというか漫才意識してやったっていう、はいはい、そんなことまでお客さんって見てんの、いや、わかる、でも受けはめっちゃ受けた、めっちゃ受けました、いつもそこ、順々は掴み切られへんな、で、あとめっちゃ動くネタしてたんです、こういう、はいはいはい、それもマイクからかなり離れて、それも声もあんまり拾わんとかあるんちゃうか、で、もう動きなしのマイク前で成立するネタを一回作ろうっていうことが、なるほど、良かったのかもわかんないです、なんかよく漫才はコントになっても、もう一回漫才に戻んなきゃいけないとか言いますよね、うん、まあね、やっぱり喋りだというそこは意識、本当に意識しました、なるほど、でもそれがね、予想したいうことやもんね、で、ほんで決勝行って、はい、順番どうでした、あの和牛の次やったっけ、あーでもあれは僕はもう良かったです、もうあっこで行きたいと思ってて、うん、じゃあもう本当に出た感じでしたよあれは、うん、ニューヨークが一番で出て、うんうん、で、あの平場のネタ終わりのとこでドーンって一回ドーンってなって、うん、で、かまいたちさんでバーンってなって、うん、あこれ最高得点やみたいな空気になって、裏でも優勝やみたいな、まあボケ交じりで言ったりしてて、でその後に敗者復活って出て、もうスタジオもすごい空気になってきてて、で敗者復活は和牛ですってなった時にもうスタジオがギャーみたいになって、あもうこれエンディングぐらい、このまま番組終わっても別に成立するでぐらいの、もう頂上を迎えたなってなって、でちょっとこの後どうするみたいな、みんな後ろでちょっとゴニョゴニョしてたんですけど、まあ僕らあの中やったら僕らが一番、まあ、ここで出てくれ、まああんまり食らわんと、まあいけるなと思ってたんで、いくやったら俺らすかねみたいな、俺らかなみたいな言ってたんですけど、まさにそれが出たんで、いやすごいわ、なんかね、みくじなんかあるんでしょうね、あれ、いやもうほんまになんかちゃんと順番
構成員がなんかそういうなんか作家さんとかが決めてるのかなっていうぐらいの見事な順番なんだよね、はい、そうっすね、うん、緊張とかは僕ねなんかあんまりしてなかったんですけど、はい、やっぱあの上がるとこ来たら急に あの見てたやつせり上がり、はいはい、あとで瞬間的にガッと緊張したんですけど、つかみ受けたらもうそれもなくなりました、ね、覚えてるその4分間ってもう全然覚えてないです。断片的にしか覚えてないですね。うわーすげえ。審査員の方とか見えへんかった？チラッと見たような気がしますけどね。極力センスでこう隠すようにしてます。そうそうそう、あんまりネタの方がいいな。そんなネタちゃうから邪魔なってくる、そのネタので笑ってはるところとか目に入ったりせんかった？僕はこっちちょっとこういく動きの時にチラッと見てしまって、うんたんですけど、あ、見たあかんと思いながらやりましたね。笑ってはなかったですね。笑ってたよ。いや、笑ってはったね。本当ですか。要はあの、番組でも顔パーンってこう抜かれてはったし。あれはあれ、審査の時の何か言ってやろうとかボケてやろうって あれは、あの、2日前ぐらいに考えまして。2日前に考えた。はい。なんかね、あの同期の井下義井の義井から電話かかってきて、お前らマジで平場、もうネタはどうでもいいから平場だけ食ろうぜって言って、居酒屋呼び出されて、僕と三島と義井で3人でちょっとこのパターンとこのパターン来たらこう返せみたいな居酒屋でやったんですけど、ちょっとその時ちょっともうなんかみんな変なかかりすぎというか、そんなん今考えたら絶対滑るでみたいな案がいっぱい出てきて保険やもんね、はい、あの三島があの扇子20本ぐらい用意して、扇子に三島の今の気持ちをあっぱれとか、残念とか無念とか、はいはい、そんな20通りぐらいコメントこれで出せるやつをやろうぜみたいな、3人ともあそれいいやみたいなって、それやろうやろうとかやばかったですかね。やったら、やってたら、それはあの、手法は高橋ひろしさんと一緒やった。そうそうそう、確か飲んでる時もその話だったな。高橋ひろしさんやってられへんか、あれおもろいやん、あれおもろいやんみたいなって、ほんまにマジで20本ぐらい100均って買ってこいみたいな、マジでああと思いながら、ドキ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 とかドキドキって書いてこうやって持ってるとか、どうですか、どうやろうな、そうなんですか、なんか用意してる感がすごい強い。そうなんですよ、さすがにやりすぎやって、ギリギリで気づいてやめとこうってなった。ああ、よかったよかった。なんかここはなんかポッととっさに出たもんの方が感じがするから、あんま用意したらダメですよ。それはちょっと確かに危なかった。ドキドキふざけてるって思われそうだもんね。そうそうそうですね、ちょっとやりすぎですよ、やっぱり潜水文字書くの。審査員の審査中に審査中っていうのを出したらどう思う？絶対いらんですよ、絶対いらんでしょ、あんな神聖な。いやダメダメ、よかった気づいて、これどうとか言い出して、僕も9割やりかけてて5点下げられる。5人の